ちょ、食えるなよ、食えるな、食えるな、ちょっと食えるな、パリアーパリアー。というわけで、今回は徹底解説バリアード GX、 そしてボーマンガ GX です。まずはバリアード GX、 ドドーンと、はい、まあこの子は非常に面白い特性を持ってますね。その昔ポケモンカードゲームシリーズ拡張パック伝説の秘書にですね、バリアード EX として登場したポケモンです。当時はですね、パールバリアを持つバリアード EX、 それからインパールバリアを持つバリアード EX というね、2種類が登場していましたが、なんと今回もバリアード GX として2種類こちらも登場します。まずね、パールバリアの方の、バリアード GX、 こちらはね、まあ簡単に言いますと260以下の偶数ダメージの技をですね受けないということですね。技のダメージを受けない。そしてもう一匹のバリアード GX、 インパールバリアの方のバリアード GX は奇数ですね、なのでね、この2匹を使って相手の技のダメージに合わせて鉄壁を誇るという感じのプレイングがね、面白いんじゃないかと思います。ちなみにこのバリアード GX はですね、いずれも技ブレイクダウンとライフトリック GX は同じものです。違いは特性だけという感じですね。パールバリアの方のバリアード GX は許可拡張パックチャンピオンロードに入っておりますが、もう一匹のインパールバリアの方のバリアード GX は、そのパックには入ってません。じゃあどうやって手に入れるかと言いますと、こちらはなんとポケモンカードジムのね、対戦イベントに参加してもらえるプロモカードパック第5弾にランダムで入っておりますと、まあ、いわゆる当たりカードがこのカードという感じですね。正直バリアードはね、両方集めてこそ進化を発揮するポケモンかなと思いますので、ぜひバリアード GX を求めてポケモンカードジムに挑戦してみてほしいなと思います。で、技はですね、ブレイクダウンは相手の手札の枚数だけ相手のバトルポケモンにダメ感として乗せるという感じですね。まあ、5枚あったらダメ感5個置く技ですね。ライフトリック GX はね、 HP を回復するという技ですね。こちらも防御的なね、バリアード GX には結構合ってるかなと思います。さあ続いてもう一匹、ボーマンダ GX です。こちらもですね、過去に登場したボーマンダ EX がですね、ポケモン GX として登場しました。その昔ポケモンカードゲームシリーズの拡張パック総空の激突に登場しましたね。特製ドラゴンフロート、なんとポケモン GX、EX じゃないポケモンがですね、逃げるためのエネルギーがなくなるという効果を持っています。このボーマンダ GX 自体はね、逃げられないんですけれど、まあ、クリムガンとかゾロアークとかね、非ポケモン GX と一緒に組み合わせると結構いい感じかなと思います。で、技はですね、グレンの炎200ダメージですね。はい、でエネルギーをトラッシュするというデメリットもありますけれど、ダブルドラゴンエネルギーとね、ダブル無色エネルギーでエネルギー2個で技が使えて200っていうのはね、普通に強い効果かなと思います。はい、で火炎飛行 GX はね、どこでも120ダメージという万能の技でね、痒いところに手が届くような性能かなと思います。XY シリーズのね、ドラゴンタイプのレシラムとかはね、結構相性がいいポケモンかなと思います。レシラムの特性を使って、ボーマンダ GX に炎エネルギーをつけて、レシラムがボーマンダ GX の特性を使って逃げるっていう動きが結構噛み合ってる感じがします。はい、でもやっぱね、2000年代前半のカードでしょ、これもともとね。それがこうまたパワーアップして帰ってくるっていうのはね、まあ、熱いものがありますよ。まあ、僕の年齢は不明ですけれど、まあ、僕的にもまあ懐かしいカードとしてね、思ってますんで、ね、ぜひ皆さんも当時の熱いバトルを思い出してください。今回は以上です。また次回。